てる。危ない危ない。はい、始まりました。後でやってください。はいはい、本日は、ジュピターの記念すべき第1回ジュピターチャンネルの、はい、ということで第1回がついに始まりました。はい、イエイ。もうね、続々と来てますね。来てますけどね、はい。はい、ありがとうございます。本日の進行を担当させていただきます、音楽ライターの土屋京介です。はい、よろしくお願いします。ミスターヘビーメタル。何ですか、何ですか、それは。これね、ジュピター初めて見るっていうね、人も、まあ、そんなにいないかもしれないですけども、はい、まあ、改めてね、ここで、メンバーの皆さん、自己紹介をお願いします。はい、こんばんは、ギターの Hizaki です。ビブラートが命のボーカル、ジュンです。はい、ジュピターのスーパーギタリスト、テルです。イエイ、イエイ。はい、これは今回のね、ツッチイケメンってきました。あ、そうですか。ニコニコの方で、ね、ありがとうございます。はい、ありがたいですね、そんなのが出てる。そうですね、今日コメントが、はい、いっぱい続々と来てるんで、早すぎて追い込めないですね、これ、はい、ものすごいみんな注目してくれてるってことだと思うんですけど、ね、海外の方もたくさん来てますね。ありがとうございます。ね、ありがとう。はい。ね、これでも今回のこのジュピターチャンネルっていうのはなんでこうやることになったんですか？そうですね。デビューシングルの方が控えてまして、はい、それに向けてのこのお客さんとの交流というところですか。というところもありますし、僕たちの自己紹介的な意味も含めて、ぜひ皆さんと触れ合える時間が持てたらなと思ってます。よっ、いえ。それにしてもすごい急でしたよね、発表の。ねえ、すいません、いきなりこれ、おとついですよね、打ち合わせした。打ち合わせしたの、本当におとつい、本当に緊急決定ですよ。ね、何やる言うて、何やるのって ね、 ね、はい、まあ、こんなね、貴重な場に立ち会えて、ね、はい、まあ、こんな感じで、ぐだぐだ喋ってると思うんですが、途中で、あっと驚くことも出てくるかもね。おやおやおや、そうです。でもね、まあ、ちょっとね、まず基本的なことをね、皆さんにお話をお伺いしたいなと思うんですけども、はい、ジュピターというのはまずどうやって形成されたんですか？そこからですよね。はい、はい、そうですね。それを言わなければいけないですね、テルさん。そう僕か。あ、そうですね。はい。僕から？なんで、テルさん。はい、そうですね。テルさん、なんで結成したんですか？まあ、僕たち、ドレサユというバンドをね、はい、5年ぐらい、4年半ぐらいですか、実質、そうですね、やっておりまして、はい、まあ、それが活動休止しまして、はい、ここでね、ゆきくんが、ゆきくんが、まあまあ、ね、個人個人一緒にやるとは特に考えてなかったんですけれど、ゆきくんが、招集をかけた。そう、でも心の中で、やっぱり僕も出る。とのコンビっていうのを5年半言えばもっとか、そうですね、もう7年8年その一緒の京都だったんですけど、それから考えたら10年ぐらいの知り合いか、まあまあ、そう、知ってる中といえばそれぐらい ね、 ね、だから多分みんな、そのゆきくんとまさしくもそうなんですけど、口では出してはいなかったんですけど、心の中でちょっとやりたかったのかなっていうところで、それをゆきくんがじゃあやろうぜ、そう、かっこよかった、かっこよかった、はい、っていう感じで結成をいたしまして、はい、そしてですよ、そしてですよ、僕たちボーカルがいないってなりまして、ね、え、まさ、ね、あの4人がまさか一緒にやるなんてって思ってた人も多かったんですけど、はい、そこにね、はい、加わる最後の男は誰なんだと、まあ、女かもしれませんけど、はい、そしてジン君が、ね、はい、迎えられたって、これはどんな一冊だったんですか？そうですね、僕が 3,4 年前ですかね、ちょっとソロで、CD を出そうかなと思ってた時に、うん、ボーカルの方を探してまして、その時に知り合い図手に聞いて、とりあえず一番うまい子を紹介してっていう、うん、はい、のを言えばジン君が上がってきたっていう感じで、で結構すぐ会ったよな。あ、すぐね、一回会って何してたっけ？なんだろう、飲んでたか、飲んでた、飲んでたね、うん、うん、そう、でもすごい
誰よ俺の本名とか書いてるのほらほらそういうのやめろなんやったっけ俺たちの出会いの一冊です。そうそうで、それその話がちょっとなくなって今回ちょっとその時のことを思い出して、うん、ジンは一体何をやってるんだなって思ってで一番最初に声をかけてでその後何人かオーディションはしたんですけれどやっぱりジンが一番この綺麗な声美しい声を出すし、うん、メタルも好きですし、うん、このロックな感じがすごいやっぱあって、うん、これはいけるんじゃないかと決めましたねえジン君いやもう本当に光栄です光栄ですすいませんねこんなすごいバンドにと一緒にね音が出せるなんて本当に光栄ですボーカル冥利に尽きるはい、はい、ジュニー君その時何してたんですかああ そうですね一応、まあ、バンドは探しつつ歌はずっと歌ってたんですけど、まあ、まさかのお声がかかってとても光栄でした、ね、どんなボーカルになりたいなと思ってたんですかその歌詞っていうのはそうですねやっぱりその、まあ、メロディー、まあ、歌を歌うっていうかその自分は歌では誰にも負けないぞっていう気持ちで、まあ、ボーカリストはみんなそう思ってると思うんですけどそういう気持ちでやっていたので、ジン様の歌声が聞きたいよ。あ、今ここで？うん、何が聞きたいの？揺らしたって。揺らすの？ボーカルのジンだよ。おお長い。長い長い。すごいね声やな。すごいねこれはリアルタイムにあれですね反応が入ってくるっていうね。え、そして Hizaki君とか Teru 君に対してどんなイメージ？いやもうやっぱりその、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、まあ、テクニカルなバンドだなっていうのは誰でも思ってると思うんですけど、まあ、ライブも見させていただいたりしてたんですけど、もう僕もメタル好きなので毎回もうたまらんなという感じで見てましたね。たまらんな。僕素晴らしい演奏を見ると気持ちよくなっちゃう癖があるんですけど。毎回気持ちよくなっちゃって、とても快感でした。快感でした。快感でした。素敵だなと思ってましたね。やっぱり。Hizaki個人についてはどんな風にどんな人だなっていう。いやもう割と女性だと思って見てるんで、まあファンのみんなちょっと怒るかもしれないけど、結構たまにムラムラしますね。いいのかなこういうこと言っちゃって。でもそういう話はね結構聞きますよ、はい、いろんな人からね。そうですよね、本当に女性なんですよ。まゆみさん一発ギャグやっていきましょう。え？あこれ誰当てなんだろう。これ身内がこんなこと言うてくれてる。身内がふざけてるんじゃない。どうや言うだった。ムラムラ。ムラムラね。ムラムラ。そうですね。そう撮影の時もムラムラしますし、うん、そう着替えシーンなんかを見るときですか、はい、着替えのシーン。いやもう普通に撮影してる時ですね。ちょっと足元見えちゃったりするのもだから結構自分を抑えるのが大変な時が、まあ、実はライブ中も結構はい、まあそこはきちんと。お前これ、まあ、始まって5分ぐらいでもうただの変態なやつ。いや今日はね素直にいろいろ暴いてもらおうかなと。じゃあテル君についてはどう思う。もうやっぱりなんていうんですかね、可愛いですよね。そのあいやいや俺おかしいな。いやそういう意味じゃなくて。おかしいな。2人ともすごいテクニックを持ってるのにすごく可愛いんで、そのギャップに、まあ、いつもやられてますよ。おめえも可愛いぞ、これ。これ、ダメダメ。ダメダメ。何をやらせるんですか。テル君はジン君どんな人だろう。まあ、初対面のね、第一印象の第一印象、まあ、第一印象、まあこう、何をしに行ったっていうのはあれなんですけど、初めた時、原宿だったよね。原宿だったっけ。原宿だった。ああ、そうそうそう。そう、なんか、初めて、まあ、待ち合わせをしていて初めて現れてなんかチャラいやつが寄ってきたと思ったら気
決めでしたよ、もう全身。ああ、そうだね。うん、まあそっからの入り口でね、まああの、うん、一緒にちょっと話したり、まあ音楽を作っていく上で、うん、まあ本当にすごい歌が好きだなっていう、そういう印象はすごい、うん、印象っていうか、そう感じますね。とにかく歌うことが大事。うん。うんそうですね。まあなんかそこってこうある中こう、うん、まあ僕ももちろんギター弾くこと好きなんですけど、なんかそれがまあここまでこうフレッシュな感じで、うん、あの大好きって感じで感じてくると自分にもすごい刺激になってます。ありがとう。うん。今カバー上げといたよ。優しいな。え、ジン君は何他のまさし君とね、ゆき君についてはね、まあねどんな。あの本当にリズム隊はすごく温厚な人たちで、逆にこのギター2人はねいたずらっ子なんですよね。いたずらばっかりしてて普段、逆にリズム隊はすごく落ち着いてて温厚な、だからまあいいバランスが取れてるんですけど、楽しく日々楽しんでやってます、ね、あの2人今日何してるんでしょうか。確かにね、待ってるんですけどね、書き込んでこないですね。ね、彼らもね今日のツイートをしてましたから ね、どうせ見てんねろ。ああそうそう、ね、かかってこいよ、こい、こい、かかってこいよ、こい、かみかみ、まさし、ね、ゆき組のこう、ね、ツイートをちょっと、はい、いつか来るかも、見たいですけどね、はい、これ、期待ですね、うん、質問でも続々来てますね、これ、ありがとう、ね、後でね、ゆっくり読んであげるよ。なんだろう、ジュピターこう音を出してみてさ、最初に、はい、どんな感触だったんですか。まあもちろん演奏陣はね、はい、ベルサイユの時にやってるわけだけど、はい、これでジン君が入ったこの5人で、はい、まずリハーサルしてみた、はい、まあ最初、まあ、当然ジンはいきなりこの、ね、大舞台に来て、うん、まあ当然まだまだな部分もあったんですが、でも何よりなんかこのグルーヴ感っていうのがすごい良くて、この周りに合わせようっていうノリ、グルーヴ感っていうところが一番気に入ったところですね、うん、特にこの海外とかを目指すにあたってグルーヴ感っていうのはやっぱりすごい重要になってくると思うので、うん、そこはね、陣にはすごい持ってるかなと思いました。テル君どうした。多分話聞いてない、初めて音を合わせた時にね、そうそう聞いてなさそうだなと思ってた、ね、マジそうですね、まあ本当にあの4人はやり慣れた仲間というかメンバーだったんですけど、なんかその4人の音も、まあ、正直なんか全く違うように聞こえたっていうのがちょっと率直な感じたことですね。やっぱりこう、うん、一人違うだけでこんなに変わるんだなっていう、はい、感じました、うん、あとやっぱりリハーサルの時からこのすごい頭振ったりとか結構気合い入れてやるんで、うん、それでジンって初ライブで首痛めてたいやいやいや、そんなことない、いやいや、そんなことない、本当ライブのリハの一発目だったよなあれ ねもうバリバリ気合入ってて、ね、1曲目でもう超ヘドバンしてもジンちゃん大丈夫って言ってて、大丈夫大丈夫ですって言ってて、次のよくあれでもライブできたよなっていう感じ本当にね、首上がらなくなったからね、でリハーサル着いた瞬間にずっとこうやったこれじゃないと痛い、ジュピターはそれぐらい気合入ってる、はい、ちなみにちょっとトリビア的なことを聞きますけど、はい、そのジュピターで最初に合わせた曲って何？まあカバーとかもやってましたけど、でもブレッシングオブザフューチャーですかね、を、まあ、曲は結構仕上がってたんで、で まず最初にそれを合わせて、まあ、そう当然ジンが入ったことによってメロディーとかアレンジとかもガラッとは変わっていきましたけど、デビューシングルですよね。そうですよ、そうですよ、デビューシングル7月24日たまにテロップ出てるんですよね、これ、うん、はい、はい、今ね他のメンバーの暴露話をしてくれっていうね要望が来てます、はいはいはい、お、はい
他のメンバーって言ったら、はい、リズム隊の2人ってことですかね。ねえ、なかなか参加してこないですよ。おい、見てんだろ。おい、分かってこいよ。見てんだろ。暴露話なんかある？なんだろうね。なんだろうね。まあ、それあるってあるんですけどね。我々結構一緒にいるんで。暴露？暴露？暴露っていう暴露あるかな。寄ったらどうなるかとかね。ああ、ね、このメンバージンで寄ったらどうなるか。俺はどう、あんま見てないな。そうね、そうそう、あの、そうそう、これもちょっとポイントあって、これジン君やっぱりあのお酒飲むとすぐ喉がつれちゃうんだよね。あ、そうなんです。だから、周りがね、どれだけ飲んでても僕はあの歌があるんで飲まないです。お酒を我慢できる。そうよ、本当は大好きなんですけど、極力飲まないように、うん、酔ったら余計チャラいか。でもまだメンバーの前ではそんなに、結構飲んだ時もあるんだけど、いや、まだまだチャラさが増してる感じある。あ、自分じゃ分かんないな。って言ってもね、このチャラいっていうのキャラなんです。はい、本当はね、しっかりした。なんだこれ。テル君は酔ったら、おやおや、言っちゃうのかい。短いよな、酔う時間。そうなんですよね。上がるまでが長くて、上がったと思ったらパタンと、もうウルトラハッピーですよ。確かに一回大阪であったよな。ありましたね。ウルトラハッピーでもう、あの、自分でも分かるんですけど、なんか声がどんどんでかくなっていくんですよ。でも気がついたらもう倒れるまでガラガラになってるんですよ、これが。ほぼ叫んでるんですよ。あ、うん、確かにそうやった、うん、もうすごいハッピー野郎やった。ゆきゃーっとかハッピー声とか、こっち向けーとか、そんなもん。おい、飲みます。ハッピーボーイやったな。まさしくんは、まさしくんは飲むとでもあんま変わんない。でもあの、とあるお方の誕生日会に行った時に、あ、はいはい、テキーラをね、うん、何十杯も飲んで、そうそう、あのまさしくんが、あの大きな体のまさしくんが突然バカーンって倒れた。あれはびっくりしましたね。酔、うん、ったら何やろ。酔ってんのは分かんねんけどな。でもキャラというかテンションはあんま変わんない。いや、変わってるか。いや、熱くなるな、まさしくん。熱い話をする、語る、うん、ああ、そうかもしれない、うんうん、で、酔いすぎたら同じ話を何回かする。まあまあ、それはええか。ゆきくんは何だろう。泣く。あ、最近泣かへんか。ゆきくん最近ちょっと抑えてるよね、ライブの後とかは。そうですね、うん、それは何か理由があるの。一回ちょっとライブ中にやらかしてくれたんで、前日飲みすぎて、それでちょっとライブの時は控えるようにはしてるけど、うまく笑うか、笑うな、笑ってるか、うん、特に海外とかツアー回ってると、ホテルで飲むとか多いんですけど、いつまでもゆきくんの笑い声が聞こえてるんで。あー、あるある、それ、そうそう、ある、うん、うん、隣からも甲高い笑い声がもうこっちに寝ようって、ね、ただ笑うか、うん、うん、俺なんやろ、俺とりあえずエロいか。エロい、酔ったらエロい。はい、ね、はい、ね、はい、こんな感じで、はい、最近起こった〇〇な話、うん、これちょっと一人そうですけど、まるまる聞いてみたいな。最近起こった恋の話。恋ね。上を見ちゃいました。なんかあったの。恋したいね。したいよね、でも、うんうん、恋に恋焦がれて、恋に恋焦がれて、恋に泣く感じで、某某
歌っぽいですね、うん、でも恋することによってやっぱりね、まあこの愛とはまた別の憧れとかの恋っていうのはね常に持ち続けてたいなとは思うし、それによってやっぱ自分の人生観とかいろいろ変わってきたりとかなするし、うん、恋する女性はこう美しくなるってよく言いますよね。言いますよね、はい、恋する男も美しくなるんです、うん、はい、最近起こった〇〇の話は本当だ、最近〇〇最近起こったの〇〇1個ぐらい言うと思う、ないかよ次行こう最近レコーディングばっかりでしょうね、忙しい、まあ、そうなんですね、うん、もうこの4ヶ月ほどで撮影があったり、はいはい、まあ、そんな時にね、また皆さんの衣装が、はいはいはい、見どころの一つだったりすると思うんですけど、はい、どうでしょう今日の、まあ、今日はちょっとねいつもので違う衣装を着てるんですが、はい、H ナオトさんの方に、はい、お借りして、はい、はい、じゃあ仁くんどんな感じなの、それ下とかどうなってるか、ちょっとポイントをね紹介してもらって、エイジナウトさん上だけお借りしてるんですけど立った方がいいですか、ダメダメダメこんなんですね、あーいやいやいや、ええいや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 、これはここでいい、ここでいいここでいいんだ、どうですか素敵じゃないですか、もうこれはね、見た瞬間これにしようと思いましたね、これ弱いっちゃってる、ほらもうギター陣お尻触ってる、もうこうやってね、いたずらばっかりするんですよ、ギター陣って僕は触ってないとこだよこんな感じです、素敵ですか、はい長い、はいじゃあはい、はい、これミント猫っていうこれブランドですね、ヘチノトさんかな、なんか系列なんて伝えたの、姉妹、うん、この猫が可愛くて、はい、着ていました、で、上はブレザーなんですが下はこのあがらのスカート、このおしゃれなポイントで、以上、ヒザキのファッションテックでした姫のスカート可愛いっていうのを着てますよ、お前も可愛いよ。はい、じゃあ、はい。よ、なんだろう。なんかこう、なんだろう。すごいね、ヘビ柄っぽいけど、これ布が一個一個すごい手の込んだ作りになっている。はい、そんな衣装を着ております。かっこいいですこれ。ね、かっこいい。よ。うん、はいね、それに合わせてちょっとメイクとか髪型とかもいつもと違う感じになってます、お、テル君かっこいい、ありがとう、ジャンプジャンプジャンプ、じゃあそのテル君そのメイクについては、メイクについてはメイクについてはなんかちょっとポイントがありますか、なんだろう、まあそうですね、いつもはなんかこう人間離れしたメイクを目指すんですけど、はい、今日はちょっと人間っぽいメイクを配慮しました、そういえば見慣れないメイクですよね、そうですね、ちょっと薄めな、はい、こっちの方がまあ普段には近いっていうか、はい、なるほどね、おドキドキするな太ももチラチラドキドキするな、お、なんかもっとカメラ寄ってって書いてますよジン君はどうでしたそのメイクとかですね、あ、今日まあ、いつものジュピターの衣装よりは私服っぽい感じなんで、それに合わせて、いつもとはちょっと違いますね。いつも何か気にかけてることもあるんですか、メイクで。そうですね。メイクで、そうですね。まあ、とにかく相性ですよね、やっぱり、その衣装との。衣装が変われば、やっぱりメイクも変わってくると思う。どれだけ合うか、そこ大事にしてます。笑うとこってか今のなんか、はい。
しっかりいやいやだって太もも見ちゃったらなんかおかしくなってきちゃったすいません伊崎さんはどうですか。まあそうですね、今日はこんな衣装なんで A丸B っぽく仕上げてみました。A丸B 文字にしたら分かるっていう感じ。はい、おそうですよ ね今日ちょっとねそのお二人映ってますよねこれ。お二人のね背後に、ね、飾りじゃないのよ、ギターのヘッドのようなものが、はい、っていうかギターのヘッドですけどね。さっきのニコニコの方でもなんか、はい、どうせ後ろにアンプあるんでしょみたいなのが書いてある。あ本当に鋭い、はい、ちょっとねそんなことならば、はい、ちょっとギター聞かせてよっていう。じゃあちょっとギターを、ね、はい、ジンがギターを弾くぞのコーナー。イエーイ。いやいやいや。俺。来ましたね。めちゃぶりが。弾く？弾く？じゃあ、あのどっちのギター弾くかだけを選ばせてあげる。おお、どっちの方が弾きやすいの？その形で。どうやろ。まあどちらでも。じゃあ。できてつ？できてつ。いきなり？いきなり？どんくらい弾けんの？いきなり、いや。実はあのこれ隠してたんだけど俺ジュピターの3人目のギタリストなんで。おお任せてください。いやねせっかくなんでデビューシングルのねブレッシングオブザフューチャーとか。あもう音出んの。なんか早すぎて 指が見えない。はい、えじゃあからのからのどこ？下から1、2、3番目。1、2、3番目。お、お、一音いけた。あ、痛い。これ痛い。すごい弦硬いね。すごい硬い弦が。そうよ。そうよ。一音できた。すごい痛い指が。こんなに硬いの弾いてる。喋ってんの。はい、うるせえ。じゃあ次来週は2音目に挑戦。あのねすごい思ってるより硬い弦が。硬いですよ。痛い。すごい尊敬する人だって。そうだよ。かっこいい。いつまでギター持つの。かっこいいね。ギター持ってると僕は映んなくなる。言いたい。すごい。素晴らしい。なんか弾いてる。素晴らしいな。アングラ弾いてね。パチパチパチ、はい、アングラ弾いた。名電弾いてっていうのが来ましたね。名電か名電ギター3人ですからね。インペリテリ弾いて。インペリテリか。あ大好き。俺も大好き。あれこんなやったっけ。まあいいや、はい、クレイジードクター弾いてノベラノバエラね。お、クレイジードクター。クレイジードクター。ラウドネスですよ。かっぱ寿司弾いてって言ってます。かっぱ寿司。かっぱ寿司どうなの？かっぱ寿司 CM？ あ、CM の曲？どんなやったっけ？わかんない。はい。いやいやね。いやすごい。改めて尊敬しました。もうこういうあこう何ラフな感じでね、こう二人がこうギターを弾いてくれるっていうそういう現場を目撃できるってなかなかないですもんね。そうですね。そうですね。はい。では。アイカリューって書いてある。弾けた。おー
何年ぶり、まあいいや、はい、新曲弾いてとか結構来てて、あそう僕らね次7月24日はデビューシングルですけど、8月の28はデビューアルバムなんですよ。よ、はい、素晴らしい、かっこいいよ。とかね、これ俺レンゴですよ、ね、とか、とか、はい、もうね、もうね、魅力的なねリフがもう満載ですよ。江戸街みたい。江戸街か、久しぶりに聞いたな。江戸街こんなへん、あ、江戸街こんなんか。ジン、タンバリン、タンバリン、ジン君なんか歌う？何を歌う？何？まあ別にでもブレッシングをここでこう軽く歌ってる。ブレッシング？いいんじゃないの？ちょっとアコースティックじゃないけど、え、ちょっと。夢ないさ。間違いない。怖いですね、ま、生ですからね。え、次行こう。普通にじゃないですか。ビブラートでこの僕たどった。あれ動かせばもう一度照らす道を歩いて輝く。ちょっとね、コード取れなかった今。突然、おかっけーって出てるよ。これね、だって今のがあと1ヶ月したら弾けるわけですもんね。そうですよ。ちょっとね、じゃあここでそろそろ本格的に皆さんからの、ね、質問に答えていきましょうか。もうね、30分ぐらいほったらかしにしてるんで、そうそうそう、そろそろ込み入った話もしていこうかなと思っとるんですよ。ね、みんな今チャンスですからね、ここでいい、ね、なかなか興味深い質問を投げかけてくれると、はい、PV はよくかっこいい、yeah. はい、ありがとう。サビってよかった、まあ、サビってよかった。オーマイガッド、アメージング、OMG、すごい、すごい、おカムトゥブラジル、オーイエス、オーイエス、短いよ、短いよ、ごめんね、それは来週も見てくれ、そうそうそう、そう違う、続きはまた来週みたいな、続きはまた来週、そうなの？わ、わかんないです。テルプレパンテラ、パンテラ大好きだよ、ね、ちょっとハートの動きをしてください。ちょっとちょっとハート、ピッ、ワクワク、はい、ドイツのファンの人が、はい、ドイツにぜひ来てくれと。当たり前じゃないですか、ね、当たり前じゃねえか、はい、待ってろよこの野郎、この野郎じゃねえな。ハンガリーからも来ますよ。お、行く行く。軽いな。ね、実はね、結構もう今日の夕方の話なんですけど、はい、もしかしたら海外がとりあえず1本行くかなっていう感じの話もちらっと舞い込んできて、はい、ものすごい激レアネタじゃないですか、はい、そうですよ、うん、ね、さっきから来てください、この国に来てくださいとか結構あるんで、ぜひぜひ読んでいただけると、はい、そこのね、やっぱり国のファンが力を合わせて僕たちを呼んでくれたら、うん、僕たちはどこでも行きたいと思ってるんで、はい、ぜひぜひ呼んでくれ、呼んで、これは日本もだぜ。
そうだよ、はい、ね、なんかもっと込み入った話でもね、いいのに、ね、もうちょっとツイッターの方で見てみたいですね。ね、でもお人形さんみたい、お人形だよ違うか、みんな質問を、感想じゃなくて質問を寄せてください。そうそうそう、そう感想が多い、うん、フィンランドもフィンランドいいよね、めっちゃ好きやわ、あの国。これでももっと前の方を遡ったら質問がいっぱいあるんじゃないですか。あ、まあまあそうですよね、うん、ただそれはどうやるんだ、まあなんとなくは覚えてるけど。ああ、なんか神戸来てください。お、行く行く行く、うん、行く行く、まあ、アンコールの仕方を教えてと。アンコール、あー、確かね、アンコール、あー、アンコール、なんだろうね、それはまあでもね、お客さん同士、ファンのみんなで作っていく、そうそう、なんか自発的に作っていくっていうよりはファンのみんなで、うん、本当にメンバー同士絆っていうところを大事にしてるんで、ファンの方も絆を作っていただけるとありがたいなと思いますね。滋賀でライブやってください、お、やるぜ、バンド名の由来、バンド名の由来、基本的な話ですね。ね、まあいや、ちょっと真面目な話だな。また何かで、はい、そうそう、香港来てください。あ、どこの国でライブしたいですか？おお、ジンさんとかね、まだ海外行ってない。そうなんだよね、海外の経験がないので、うん、一番どこ行きたい？俺は。まあ、海外ならどこでも。なんやん質問に答えろ。あ、そうだね、じゃあそうだな、フィンランド。おお引っ張った割にどないよね、フィンランドに行きたい。フィンランドでもほんまにすごい国で、うん、朝の8時とかからメタルガンガンかかってるからね。あ、素敵、そう、素敵だな、うん、朝の8時のラジオで第6位、マノオとか言って、お気に入りやな、思うんで、うん、まあ、ますます行きたくなりましたね。あ、ファンの名前、何にするんですか、これ、結構大事やな、うん、ジュピター、ジュピター、ジュピッコ、ジュピッコ、ジュピッコ、これ、僕らが言ったら、本当にそうなんだ、いいのか、そんなで、これもでもね、ファン同士で、なんか気づけばね、勝手に決まってるかな。うん、ね、岐阜にも来て、岐阜か、ブラジル、ブラジルの皆さん、ほら、目、好きな色は何ですか？好きな色、うん、あ、好きな色って、で僕、まあ、別にベルサイユの時、青ってそんな好きでもなかった、ほら、ほら、ほら、青キャラって、ほら。はい、ジン君普段何してるんですか。普段何してるんですか。うん、普段何してるんですか。歌ってる以外なんだろう。あ、映画が好き俺。うん、ああ映画好きだね。ファンクラブは開設されるんですか。お、やるぜ。あ、ファンクラブ。お、フィンランドガゼット来るよ。おお一緒に連れてってジン君かっこいい決めポーズお願いします。お、あれ？これ？お、差し入れ欲しいものを教えてください。おお。何？差し入れね。愛が欲しい。愛が欲しい。なんでも嬉しいですよね。嬉しい、もちろん嬉しいですよ。手紙が結構ね、言われるとやっぱり時間かけて気持ち込めて書いてくれるもんだから、うん、手紙っていうのはすごい嬉しい。すごく嬉しい。ね。まあ、何の格好して寝てますかって。うん？何の格好？まあ、要は何を着て寝ますか。俺、うん、何も着ないかな。あれ？オーケー？うん。俺テカテカのサテンとかシルクのパジャマ。最近なんだ、サルエルパンツ。おあれってすごい、これは俺の着るもんじゃねえとか思ったけど気持ちいいですね。
今さらに、いやでも似合いそう、うん、うん、イタリア栃木なんかあのイタリアって書いてあるのがジョジョっぽい世界一みたいな感じ。お三方の美しさの秘訣は何ですか。おやおやお、それはね、美しい音楽を奏でるからだよ、うん、まさにその通りだね、うん、ね、あれだよ、おそねおそうき変色、あと何やろ、そういう、うん、僕体にいいことしないと思ってた、うん、4人生活習慣じゃないですもんね、うんうん、好きなメンバーの仕草。お、あ、実はね、おとつい、あの、言っていいかな、ミュージックビデオの撮影をしてたんですけれど、アルバムのしてました、ね、そこでね、テルがキックをしてね、そこをびっくりするぐらいかっこよかった。マジであのキックはぜひ採用したやん、うん、おお、うん、はいはい、関西にインストしてくださいをやるよ、やりたい、やるよ、うん、決まってんのかな、スピーチを訪問したいと思います。あ、うん、まさしくだけそれね、行きたいって言ってたのね。いや俺も行きたいけど、まあ僕も行きたいよ。そうそうそう、結構あの、ね、世界文化遺産とかあの、ああいう系の本何冊も家にある、そういえば、うんうんうん、一回そういう世界のね、普段メンバー同士で遊ぶことの、まあ、まあ、飲む飲む、うん、やな。お、ジンさんはペットなんかいる？ペット、うん、あのね、いないんだけど、すごい飼いたいの。飼いたいの？飼いたい、うん、飼いたいのってなんかおねえっぽい。すごい飼いたい。あのね、フェネック知ってるかな。ああ、うん、知ってます。あのね、キツネみたいな耳してて、ちょっと猫っぽくもあり、すごいファンタジックな、あの、動物がいるんですけど、フェネック飼いたいな。ほんで？ほんで？ほんで？オチは？オチ？お家から。お、リクガメ可愛いよって書いてあるよ。あ、カメ？あ、俺昔カメ飼ってた。あ、カメ飼いたい、確かに。うん、高いよ。普段からそんなに美しいですか。当たり前だ。当たり前じゃないですか。当たり前じゃねえですか。俺やで。俺やで。俺や。俺やで。まあ私やで。私よ。リトアニアすごいね、よく自分のツイッターとかにもメッセージくれてて、そう、すごいどんな国か興味がある、うん、ね、行ってみたいわと、なんかだんだんおねえになってきた。リトアニアね、美しい国ですね。美しい国には美しい女性がいる、うん、あ、違うか。寄ってんちゃうで。寄ってるか、こんなん。バンドスコア見ますか。出したいですね。出したいですね。ぜひ、例えがあるか。テルさんの何本ブレスレット作ってるの。11個。よし。テルちゃん、犬派ね、猫派。僕はぶっちぎりでね、犬派ですね。おはい。なんかね、猫はね、ちょっとアレルギーが。なぜやんな。でもうちに来た時そこまで出てなかった。そうなんですよ ね、 ね、なんか種類にもよると思うんですけど、うん、毛の何なんだろう、まあ消耗とかは大丈夫なのかな、うん、これちょっとどうでもいいことはちょっとコンパクトに喋っていいですか、はい、昔僕お習字習ってたんですよね。俺も習ってた。そうそうそう、うん、そこにあの猫飼ってたんですけど、そこの猫がどうやらアレルギーで、用途要するにあのお習字に習いに行くとあのアレルギーだから、もう咳とか目が痒くなったり風邪の症状が出る。それをうちの親に相談したら、あんたそんな週に行きたくないからそんなこと言ってんのかって怒られて、信じてもらえなかった。そうそうそう、だからたと気づいたらアレルギーだったっていう。はい、どうでもいい、はい、行きましょう。あのね、よく東大阪に来てください。そんなピンポイントで。おっ、テルまた女型やって、うんうん、やるやる、うんうん、海外で美味しかった食べ物は何ですか。バナナとか。何でも食べれるじゃないですか。違うんですか。いや、メキシコのバナナ美味しかったな。
これ何やろう、海外の肉っていうのはやっぱりちょっと硬かったりとか、そうですね、大味で、うん、なんかちょっと合わないんで野菜が嬉しいですね野菜とかあとマクドナルドとかが嬉しい、うん、あ香港美味しかったね。ああ、うん、まあどこ行っても中華とかはやっぱり安定してる、ね、そうですね、うん、中国人のパワーを感じる、うん、今一番欲しいものは、ああ、あのね、最近あの梅と和夫さん の、うん、あの洗礼っていう、まあ、ちょっと漫画を読まってるよね、ハマってる本当にで、あの、まあ、コンビニとかで売ってるあの分厚くてこうガッてこう上巻下巻みたいな、上巻だけ読んだら今下巻がすごく読みたいっていう、どうでもいい話ですね。はい、行きましょう猫が好きって言っても下巻ばっかり言ってくれたまだ続くんか、そうだね、はい、一冊目、まあ誰か気が付いてくる、正志幸恵こうへんな、ほんとだね、あいつら、あいつら、あ、多分どうせ家で飲んでんだろうねなんかね、嫌がらせで電話してやろうかって、あ、いい、それいいっすね、生中継って声までありますね、はい、出る女方って書いてある兄さんのタイプはどんな人、お、お、来たね、お、あ、俺、まあ、清楚な人なんで？で？あら、いや、なんかこう癒しを求めてるので、うん、女性には、うん、やっぱ清楚ないやらしいじゃなくていやらしい、いやらしいのも好きいやらしいのも好きだけど肩パンじゃん、そうですね、清楚な女の子らしい、女性らしい人が好きですね、うん、俺は、うん、日崎さんは、え、僕、いやらしい、あ、いやらしい、あ、でもいやらしい人好き、うん、俺も好き、なんかすごいやっぱ魅力を感じる、うん、なんかね、俺も今日いろいろ崩れていってるものがいやでも男もね、色気のある人はやっぱ魅力的だし、ゆきくん次回来てくれるのかな、うん、いいと思う、うんうん、あ、洗礼面白いですね、ほら、見え、書いてあるから、うん、すごいよ。でもね、影響されて読まない方がいい。あれ、ブルーになるから。はい、続き。じゃあ、てるくんのタイプ。僕、あの、もうフィーリングが合えばもう、どんな人でも。まあね、うん。やっぱこうね、一緒にいてこうリラックスしたりとかね、そう、まあこう、具体的にどうっていうのがやっぱり、フィーリング、うん、うん。そこだね、そこに尽きるね。うん、なんかね、海外たくさん来てますよね、これ、うん、本当にワールドワイドなね、はい、番組になってますね、はい、これはもうね、ぜひワールドツアーの方に行かないとっていう感じなんですよ、ね、はい、行くで、やっぱりあの一人一人がちょっと力を合わせて、うん、仲間を集めて豊中に来てとか、だから範囲が狭い豊中って多分俺とか範囲が狭い、はい、で、一人一人がやっぱり力を合わせて僕たちを呼んでくれたらね、これは日本の方にも言えることなんですけど、やっぱりファン同士が力を合わせてぜひぜひ呼んでほしいなと思いますね、うんうん、とまずね、国内のツアーもね、はい、決まってますけども、はい、まあ、それに先駆けて、はいはい、何が出るかといえば、何が出るかといえば7月24日にまず何が出るんでしょうか、まず何が出るんでしょうか、ジュピターのデビューシングル、ブレッシングオブもう一回いこうかジュピターのデビューシングル、ブレッシングオブザフューチャーをリリースしますよ、まさにね、ジュピターの名刺にふさわしい最高の作品が出来上がったので、絶対にチェックしてください、ゲットしてください、よろしく、はい、どうしてるの事故、事故、事故そうですね、お、
ね、ライブについてもう放送事故寸前ですけど、放送事故やね。で次のライブ、一番近いところで、はい、7月13日、はい、渋谷レックスっていうところでやります。その次、これはあ、その7月13日って冷静に考えたらインディーズラストなんですよね。多分まあ、デビュー前ですね。多分、はいはいはい、言えばなんかそうこれ大事にしたいライブですよ。はい、はいはい、その次8月9日ですよね、はい、渋谷、渋谷ウエスト、はい、こちら友達のかやくんの主催のイベントです。これはデビュー一発目でライブですね。はい、そしてですね、8月29日、リキッドルーム恵比寿で、ジュピター初主催ザ・ウィッシングセレモニーというイベントを開催します。はい、こちらのイベントの方は、今勢いがある、うん、みんな演奏もうまいし、もうビジュアルもしっかりしてるし、最近そういうバンドがちょっと増えてきてて、これはぜひみんなで何かしたいなと思って開催します。このイベントは今後も続けていきたいなと思っております。はい、チケットの方は残り少ないので急いでください。そして9月の26日、今ちょうど出てますね。今出てる、はい、ジュピター初のワンマンライブザ・ジェネシスを赤坂ブリッツでやります。はい、はい、チケット発売は7月27日なんで、絶対発売初日に手に入れないとなくなっちゃうと、なくなっちゃうと嬉しいかな。思うよ、はい、これ5分でソールドアウトするんで、うん、とにかく急いでゲットして、はい、どんなライブになりそうなんですか？いやこれはね、でその前に、8月28日に、はい、アルバムクラシカルエレメントの方が出ますが、はい、トータルでそれ入れても15曲ぐらいしかないんですが、うん、さらに CD にも入ってない新曲もやりますし、各自ソロコーナーの方も考えております。だから多分ね2時間を超えるライブになるかもしれないんで、はい、これはね本当に最近、まあ、イベントライブ中心でね、そうですよね、やっぱりもっと演奏してほしいっていう、まあ、皆さんからの声もありますし、まあ、僕たちもね、物足りないんで、はいはい、この日のライブでもうジュピターの魅力をもう惜しみなく、はい、出していきたいなと意気込んでおります。はい、はい、そして、先ほど言ったんですが7月24日4日、デビューシングル、はい、ブレッシング・オブ・ザ・フューチャーが出るんですが、それに先駆けて7月10日めっちゃ今カンペ見たけど配信の方もあります。はい、はい、こちらの方も詳細を、ね、ホームページの方をまた後々上げるんで、チェックしておいてください。そして次の放送はででん、次は7月10日です、はい、時間は一緒ですよね。はい、でメンバー誰出る、誰がいいかな、メンバー誰がいいんだ、誰がいいかな、誰がいいかな、誰がいいかな、出るかな、ててててて、誰がいいんや、テルイズペルーまあうまいこれニコニコの方だ、さっきから伊勢島とかさ伊勢多いですよね、ピンポイントやるね。はい、リズム隊キラ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 、あなたのねこの一言で次のメンバーが変わってくるかもですよ。はい、ね、まあ、そろそろねそんなこんなでその記念すべき第1回の放送もあと2分
2本になりました。ちょっと待って、これリズム隊結局何もやってないじゃないですか。ほんまやね。いや、あいつら。いやいや、それはね、今後のね、今後の課題ですよ。はい、それは。さて、最後にね、はい、皆さん、ご覧の視聴者、はいはい、なのかな、はいはい、一つずつメッセージをお願いします。そうです、最後のコメント全然聞いてなかった、はい、ごめんなさい、事故、はい、最後のメッセージ、あ、じゃあ僕は誰でも、あ、はい、そうですね、残り少なくなってきましたけども、1回目、どうだったでしょうか、僕たちは、まあ、和気あいあいとできて楽しかったです。ぜひね、次の放送も、見て、アルバムも買って、シングルも買って、ライブに遊びに来て、僕たちと一緒に頑張っていきましょう。はい、じゃあ、ジュピターの歴史はまさにこれから始まろうとしてるんで、みんなで最高の歴史を作っていけたら嬉しいなと思ってるんで、みんなしっかりついてきてください。よろしく。はい、1時間ほど、皆さんと過ごしましたが、延長する延長とかやそんなんやってないね、本当に、本当にすごいデビューシングルとアルバムの方ができたんで、本当に自信持ってメンバー全員やってます。そして美しくて激しいものが好きというあなた、まあ、大体これ見てる人はそういう人だと思うんですけれど、そんな人は絶対後悔させない、満足できる作品が仕上がったと思います。そしてライブの方もかなりライブの本数今年来年とも続々と決まってるんで、かっこいいライブバンドにもなっていくんで、皆さん協力して、協力っていうか一緒の絆を作っていきたいなと思っております。ぜひですね、また遊びに来てください。そして来週の7月10日もよろしくお願いします。はい、ジュピターチャンネル1回目、じゃあありがとう、 Thank you、 Thank you、 ありがとう、バイバイ、バイ、ありがとうございます。I'm gonna go to